望月です。今日はよろしくお願いします。野菜を食べないとこういう風にうんちがお腹の中に溜まってしまってお腹が痛くなってしまうかもしれません。野菜を食べていないとこういう風に風邪をひいてしまうこともあります。3つ目はすべすべなお肌を毎日作ったりしましょうね。あゆいの、畑の、いろんなところで作られたお野菜を今日取ってきました。先っぽ食べられてるとこ分かりますか？普通だとこういう丸いい匂いだ。夕食に出てあのお野菜は残さず食べてみてください。丸の半分を描きます。まっすぐの方が硬い。目を、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 目